バッグの中身、イエーイ。はい、こんにちは、泉ひなです。今日はね、カバンの中をお見せしちゃいたいと思います。今回は初めてということで、普段使ってるちっちゃいバッグの中身を紹介していきます。で、私がいつも使ってるのが、こちら。コーチのハンドバッグになります。すごい可愛くないですか？これなんかコーチのカバンには珍しくワッペンがついていて、紺色のバッグですね。結構このカバンがどんな服にも合うからすごい使いやすくて、多分この1年で一番使ったカバンなんじゃないかなと思います。カバンのここについてるキーホルダーは別売りで、まあ、これもコーチで買ったんですけれども、まあ合うかなと思って合わせました。あとこのカバンショルダーになってて、ショルダーがね、こうやって青のラメラメのラインがついてるんです。めちゃくちゃ可愛くないですか？だからね、このカバンをかけるだけでかなりスポーティーな印象になるので、めちゃくちゃお気に入りです。じゃあ紹介していきます。レッツゴー。じゃあ絶対に皆さんカバンに入れてると思われるもの、財布を紹介します。はい、財布がこちらバレンシアガのミニ財布になります。これかなりちっちゃくて手の半分くらいの大きさなんですよ。これは親友がですね、誕生日プレゼントでくれたんです。まさかの、私ずっとミニ財布欲しかったからめちゃくちゃ嬉しくて、ずっと同じやつ使ってたんですけど、去年の11月くらいから使ってます。で、使いやすいです。ここが小銭入れで、こっちにお札入れと、ここで、ここにね、仕切りがあるので綺麗にカードを収められるようになってます。便利。ちなみにね、今ちょっとお財布にいくら入ってるか紹介しますね。多分全然入ってないと思う。1万円入ってました。まさかの全部千円札だけど、千円札で10枚入ってました。なんでこんな入り方してるんかよくわかんない。私も多分どっかで支払いを間違えましたね。まあそんな感じです。大体ね、お財布には1万円入れるようにはしてるんですけど、ね、たまに500円くらいしか入ってない時とか、10円も入ってない時とかあるんで、もうほんと日によってそれぞれです。もうお金下ろすの大嫌いなんですよ。そして次にカバンの中で入れてる必需品がこちらのポーチになります。これが母の友達にもらった奈良屋というブランドのポーチなんですけど、これね、宝塚の、宝ジェンヌさんがすごい奈良屋のカバンとかをこう、衣装バッグとかに使ってて、めっちゃ可愛いんです。そのバッグもすごい大きいリボンがついてて、こういうなんか生地をしているやつです。ポーチもすっごい使いやすくて、まずね、これパッて開けたら、まずここに鏡があるんです。そうで、化粧の直しにも効くし、あとね、ここ、この鏡の裏にも一応ポッケがついてるんです。開けたらかなり幅があるので、いっぱい細々したものを入れれます。ちょっと入ってるやつも紹介しますね。まず1点目。こちら、ディオールのリップマキシマイザーです。これはね、塗ったらなんか、じゅわーってこう熱くなってきて、唇がぷっくりなる。そして保湿、そして保湿力も高いという、もう、有名な一品です。で、次もリップです。ディオールアディクトラッカープランプの758番です。これめちゃくちゃお気に入りなんです。こんな感じでめっちゃ発色が良くて、伸ばしたらすっごい可愛い色になるんですよ。ちょっと下にもティント塗っちゃってるんで分かりにくいかもしれないけど、これ塗ったらこんな感じの色になるんですけど、めちゃくちゃ可愛くないですか？もうなんかこれ塗るだけですごいなんかおしゃれに見える。うん。ワセリン UJ リップクリームですね。これピンクですね。これはもうほんと塗るだけで保湿が全然違うので、もう毎日お世話になってます。ちなみに家にはこれくらいの大容量のものも置いてます。お世話になっております。はい、あとこちらは100円ローソンで買った絡まない紙ゴムですね。これはもう何個あってもね、なんか気づいたら全部なくなってるから絶対持ち歩いてます。これでなんか三つ編みとかしたい時にピュッとやったりとか、髪邪魔な時にちょんまげしたりとか、ほんと楽です。これが家の鍵です。キーリングがティファニーのもので、これは昔父にもらったやつでずっと使ってます。かわいい。ここについてるマカロンのキーホルダーは親友のお母さんがパリのお土産でくれたキーホルダーになります。めっちゃかわいい。エッフェル塔ついてるんです。で、こちらがこの前紹介したラピスで購入した香水のアトマイザーですね。中はシャネルのチャンスが入ってます。ミンティアです。これはもう口臭ケア。これは年中持ち歩いてます。エテセのオイルブロックベースです。これは冬でも塗るだけでもうテカリが収まるし、サラサラなるので、もう絶対いる。油田だから。はい。はい、あとは低血糖予防のアメちゃん。あとは急な風邪用のカッコン糖。ポーチにこんだけ入ってるんですよ。なのにこのサイズ感で収まるってすごくないですか？で、こちらがカードケースになります。カードがね、さっきのミニポーチで全然入りきれないのと、カードめちゃくちゃ持ってるのもあって、カードケースはずっと使ってます。これはエルメスのカードケースで、母に昔もらったものです。
結構容量が入るのでめちゃくちゃ使いやすいと思います。あとはこの充電器たちですね。なんか間違えられないようにここにひよこのマークをつけてます。いつもねこういう時ひよこのマーク書いてなんとか済ませてます。簡単。あとはこの初詣で父が買ってくれた神社のお守り、ポケットティッシュ、もうこれは入れてないともう死んじゃうんだ、鼻水がやばいので冬は。あとこちらハンカチですね。私はフェイラーを使うことがよく多くて、これは赤ずきんちゃんの柄なんです。めちゃくちゃ可愛くないですか。あとこちらも必需品のエアポッツです。あのアップルのイヤホンですね。めっちゃ使いやすい。もうこれないと私挙動不審になる気がする。はい、ということで空になりました。カバンの中身以上になります。お疲れ様でした。なるべくちっちゃいカバンでこう荷物を少なくしようと済ませてるんですけど、あの気がついたらめっちゃ荷物が多くなってたりとか、レシートがすごいゴミが溜まってたりしちゃう人間なので、まあね、そういう時もまた紹介する動画作れたらなって思います。今日もいかがだったでしょうか。カバンの中身いいねとか、ポーチいいねとか使いやすそうだねって思った方、チャンネル登録や高評価お願いします。カバンの中身汚いとか、物が多すぎるとか、リップ使いすぎとか、ブスとか嫌いとか思った方、チャンネル登録と高評価お願いします。じゃあねー。